こんにちは。はい、今日は一人です。まあ、この間山口が菊池の準備が遅いみたいなことを言ってたんですけど、まあ、結局それは山口が取ろうと思った瞬間に僕がこの状態だったんで、いやいや準備できないじゃん、30分はくれよって言ったら長えよってなってこのまま取ったんですけど、いや取るなら先に行ってほしいっていうことで今寝起きの状態なんですけど、この状態から一体どれぐらい時間が必要なのか、ちゃんとなるまでっていうところを、順を追って取っていって、山口にこれぐらい前からちゃんと言えよというのを言いたいと思うので、お付き合いください、お願いいたします。でしかも今この状態からだから、まあ多分本当に1時間ぐらいかかっちゃうと思うんですけど、まあ、だから僕が欲しい時間を測りたいと思います。よーい、スタート。まずタオルから外します。これ喉温めとくといいらしいんで、よいしょ。これは100均の鏡です。なんかメイク動画みたいになっちゃう。はい、コンタクトです。普通のやつです。で普段僕はコンタクトはもうほぼ鏡なしでつけますね。はい、で次にひげが伸びてしまってるんで、何もないとひげもういいやってなって伸ばしちゃうんで、これを切ります。なぜかというと、この状態だと僕後でお風呂入るんですけど、 T 字のカミソリで剃れないんですよ、これ。だから短くしとく。大変だ。ちょ、思ったよりもひげがだいぶ伸びちゃってましたね。だいたい軽く短くできました。こっから、さらに、眉毛を整えます。高校の時とかは全然眉毛剃ったりしてなかったんですけど、今は剃るようになりましたね。やっぱ全然印象が変わります。まあ、結構なんかちゃっちゃか適当に僕は揃えちゃって、フォームで眉毛整えます。整えて短くする。はい、片付けてる時に今気づいたんですけど、消えてますね。これ多分中ではカウントしてるんで大丈夫です。でここまで来たら、寝癖とか直すためにひげ剃ったりとかするために一旦お風呂入ります。はい、ではお風呂から上がりました。髪の毛洗って、寝癖が取れましたので、では髪の毛を乾かしていきましょう。普段結構僕パーマなんですけど、ちょっとこの間パーマかけれなかったんで、ちょっと今は外に出るというか、取るときはコテで巻きたいと思うんで、コテでちゃんと巻いて、作っていきたいと思います。ランダムにね、入れることでちょっと動きを出していきたいと思います。ちょっとカメラだと分かりづらいと思うんですけど、若干こう髪の毛に動き出ました。でこれでワックスで、より出して、形を作っていきたいと思います。いつもはこの中野の、6番を使って、こっちか、6番を使ってるんですけれども、髪の毛短くなっちゃったんで、こちらギャッツビーの、グランジマットの1、こちらですね。はい、こちらを使っていきます。こうね、先っぽの方になるべくつけて薄く伸ばして、全体になじませるように揉み込んでいきます。で前髪だけはつけないでおいて、
で、後で少なくなった手に残ったワックスの量が少なくなってから整える感じでやっていきます。散らすようにちょっと。はい、こんな感じですかね。若干さっきよりやっぱり動き出たと思います。で、ここからまあ撮影だったりとかは、まあ最近よくある男子、まあメイクをして、撮ったり出たりすることが多いんで、じゃあここからちょっとメイクをして、完成としていきたいと思います。はい、完成です。いやー、今日は結構漏れたと思います。まあ、1時間4分山口分かったが、撮影したいときは1時間前に俺に言うんだ。まあどれぐらい前に撮影しろと言ってほしいかっていう山口への動画でした。ありがとうございました。